見えてますかね。どんぐらいの明るさがいいかな。こんぐらいでいいかな。うん。お、というわけで皆さん明けましておめでとうございます。新年明けました。2022年です。皆さんお正月はどうお過ごしですか。新年明けて一発目の週刊ジーナライブになります。明けましておめでとうございます。わーリコー、明けおめことよろー。明けおめことよろっていうか、もうこの前ね一緒に過ごしてたからね。私は年越しはねハウステンボスでカウントダウンライブを HKT48 でさせていただいて、そこから福岡にバスで帰って、そのまんま同期の2期生メンバーと一緒にそのまま初日の出を見に行って、一緒に年越しを迎えました。こんばんは、こんばんは。ちょっとコメント、いつも以上に目パッチリ、ありがとう。年女です。そう、年女。今年からゆいちゃん推し、ありがとう。すき焼き食った、カニ食べてた、仕事しました。そうですか、みんなもね、みんなも正月を堪能しているようですね。オールナイト、そう、1月1日は同期の2期で、2期生メンバーと一緒にそのままハウステンボスから帰ってきて、ずっと寝ずに初日の出の時間まで待ち、あの寒い中ね、愛宕神社のもう人が結構いるところで初日の出を2期生みんなで見ました。ありがとうございます。年女な。そうなんですよ、私寅年なので、今年は年女なんですよね。なんか嬉しいですね、自分が生まれた年と同じ年っていうのがやっぱ嬉しいな。今年もよろしくお願いします。お願いします。少し高めの赤ワイン飲んでた、素敵。同期仲良し。そうなんですよ、初日の出綺麗だった。綺麗でしたね、やっぱたくさんの人が見に来てたんですけど、寒い中、多分一番前にいた人はね、多分ずいぶん前から並んでた人だったと思うんですよ。もう一眼レフなんか持ってきちゃって、本格的なファンの人がたまにね、メンバーを撮るために持ってきてくれるような、結構もう長いちゃんとしたカメラを持ってきてた方もいらっしゃったので、JKT48 ではございません、すいません。そういう顔に見えますよね、でも違うんです。今日の格好がそう見えるのかな。あと今日なんかすごい大人っぽく見えるよね、口が濃いけんや、多分分からん。まあいいや、ゆいちゃんカラコン、そう、今日はカラコン入れてるからね、緑のカラコン入れてます。うん、でやっぱすっごい寒かったの。ライブ終わり、カウントダウンライブ終わりの格好でそのまま行ったんだけど、初日の出見るってみんなで言ってたから、みんなね、あのまいちゃんとか手袋持ってきてたりとか、はるかとかみんなダウンジャケットとかも着てきてて、モコモコのジャケットとかマフラーつけてたりとかしてたんだけど、私結構普通の普段の感じで行っちゃって、カイロとかも持って行ってなくって、普段の公園に行くような格好で行っちゃったんですよ。
そしたらもう本当に寒くて、ずっと凍えながら足を麻痺させながら待ったんですけど、みんなで、まあ、みんな2期生いたから待ってる時間はめちゃめちゃ楽しかったんだけどね。で待って、多分1時間ちょっと待ったのかな。それで、どこから出るの、どこから太陽出るんだろうとかみんなで言って、いやあっちじゃない、こっちじゃない。で目の前にいた男の子が、多分野球やってるのか坊主の頭してたんですよ。だからなんかこう明るく、ちょっと明るくなってきたんですね、その日の出が出る前にちょっと空が明るくなってきて、で私たちの目の前に野球少年の男の子たちがたくさんいて、でその男の子、一人の男の子の頭がすっごく綺麗で、ちょっと私はその男の子を、私たちちょっとその男の子の後ろにいたから、わ初日の出だとか思いながら見てました。いやでもね、めちゃめちゃ初日の出綺麗でした。人生で初めて初日の出見に行ったんだけど、なんか、あ、地球って回ってんだなって思った。今までさ、まあ、目が覚めれば明るくなってるっていうのが当たり前でさ、まあ、初日の出見に行ったことないからそうなんだけど、でも日がね下からじーっと出てくる姿を見ると、あ、地球って回ってんだな、私地球に生かされてんだなって真面目なこと言うとそう思っちゃった。坊主にしようかな。太陽みたいな頭だった、そうなんですそうなんですとか言って、その男の子に会いたいわ。めっちゃ綺麗な頭してたんですよ。触りたかった。あのさ、坊主の頭ってさ、めっちゃ気持ちよくない？ふさふさふさみたいな。初日の出、ワイもゆいちゃんに初日の出言われたい。確かに1月ね、もうすぐ多分あれありますよね、皆さんに会えるイベント今月もあると思うので、もう少し、今ちょっと5日までかな、4日までちょっと正月お休みをいただいてるんですけど、それ終わってからは5日から仕事始めで、後期にはもうファンの皆さんと会えるイベントが待ってるので、その時にちょっと坊主の頭を持ってらっしゃる方は方にもう一度初日の出を見せてもらいたいなと思います。ぜひぜひ、僕こそはという方はぜひ見せに来てください。写真撮った、めっちゃ綺麗だった。じいちゃん、今年は髪の毛ピンクにする予定ありますか？ありません、ピンクとかね、いろんな髪の毛挑戦してみたいんですけど、まあ、私のキャラクター的にピンクは違うと思うので、だけどやってみたいのはもう雪国から来たみたいなぐらいの真っ白い髪してみたい。俺に拝んでよ。初日の出見れたのは今年いい年、そうですね、だから2期生みんなでもう10年一緒に過ごしてきた、9年半ですね、9年半一緒に過ごしてきた同期メンバーとやっと人生で初めての初日の出を見れたんですけれど、メンバーと一緒に見れたっていうことがすごく素敵で、はるかも辞めてしまうのでね、今必死に2期生メンバーで同期の思い出を必死に作ってるんですけど、今年はとてもいいスタートが切れました。ハウステンボスのカウントダウンライブに来てくださったファンの皆さんもありがとうございました。花火めっちゃ綺麗だったよね。配信見てくれた方もいたのかな。愛宕神社は高い位置にあるの、高い位置にありました。結構行くときに坂がめちゃめちゃ急な坂で、みんなで
ライブ終わりだからみんな体ヘトヘトなんですよ。ライブ終わりプラス行き帰りで3時間バスの中で座ってるんで超体も痛くて、そんな中で急な坂道をね歩いて行ったんで結構ヘトヘトでしたね。今年も絶対好きです、ありがとう。よし頭剃っていくかやめてやめて、頭剃ってこないでみんな、私に初日の出を見せるために剃ってこないでね。ちいちゃん絶対やらないと思うけどショートにして。絶対にやりません、ショートはしません。ショートやってみたい気持ちはもちろんあるんですけど、絶対にロングにしたいってなるんです。まあ絶対ショート似合うよ自分、わかるだけどきっとロングにしたいと思うんで切りません。花火でも並んでて切なかった。そう、はるかと一緒にずっと並んで見てました。花火ははるかが隣にいたんで、うわ綺麗だねって言って、確かにはるかが隣にいたの嬉しかったな。うん、2期生は5人になります。そうですね、みんな若いな。そうですね、みんな若いよ。だってね、公演やった後移動してそのまま寝ずにみんなで初日の出見に行ったんよ。すごくない？普通にでもすっごくいい思い出になった。もう生きててよかったなって、花火を見た時もそうだけど思った。はるちゃんからコメント来た。ちーなちゃん明けおめ、わーはるちゃん明けましておめでとうございます。嬉しい、ありがとうございます。元気ですかね、会いたいですね。なんか会いたいって前言ったんですけどなかなか会えなかったんで、いや嬉しいな。はるちゃんの舞台は一度見に行ったんですけど一度きりだったので、またいつか見に行きます。必ず舞台もですし、なんか他のお仕事とかあったらいつかまた見に行きます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。頑張ってください、はるちゃんも。あー、会おうだって、嬉しい、会いたいな。かわいい、はるちゃんってかわいいよな本当に。HKT48 で最初ずっと、最初の方ずっともうはるちゃんのパフォーマンスが大好きすぎて、リハの V もずっとはるちゃんのこと見てて、はるちゃんのを参考にしてましたずっと、っていうぐらい好きだったんで本当に嬉しい。てなわけで、今年はとてもいいスタートが切れたということで、どうしようかな。私今月誕生日だから1月24日に24歳になるんですよ。それの時にねまた抱負とか言いたいんですけど、まあ、ちょっと言っとくか、まあ、2022年になったということで、2021年はなんか思い返してみると本当にいろんなことがあったなと思って、それこそ年を越した時に ODA から小田彩香ちゃんからダウンタウンデラックスで毎年運勢ランキングあるじゃないですか。それで私の、血液型 AB 型と水亀座が1位だったんです。運気が2021年運気1位だったんです。
それを小田ちゃんがわざわざ LINE で教えてくれて、あ、今年は1位か、何があるんだろう、ワクワクなんて思っていたんですけど、確かに2021年は1位だったなと思うくらい、本当にいろんなことをさせてもらったなと思いました。ゲッターズ飯田さんかなは当たってるなと思ったくらい、本当にたくさんのことをさせてもらって、まずは、まあ、最初の方はすぐ年明けてすぐにもうオンライン演劇、 HKT のオンライン演劇で、あのクレイシューっていう役を演じたんですけど、なんか2021年は演技をたくさんさせてもらったなって思いますね。2020年にずっと演技がやりたいって言ってて、でもなかなか舞台とかもやらせて、あったんですけどできなかったりとかしたんで、2021年はもっと演技をいろいろやっていきたいななんて思っていたので、それが叶ったというか、21年はまず最初にオンライン演劇させてもらって、で結構難しい役だったんで、それも挑戦できたしすごく良かったと思います。あとはその後に続いて、それを見た方がオファーしてくれて、私が主演のオンライン演劇をさせてもらいました。それもすごく難しい役で、自分の中でいろんな葛藤があって、いろいろ試行錯誤しながら挑んだ役だったんですけど、それも難しかったんで、やらせてもらえてよかったなと思います。自分の成長の糧に、成長になった作品だなと思います。うん、でその後は順番がちょっと結構いろいろコロ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 なってると思うんですけど、ドラマって言っても1回で終わる埼玉のドラマも悪役で初めて出させてもらって、悪役っていうのが今までなかったので初めてやらせてもらったりとか、自分のね、あの銃で自分の頭を撃ち抜くっていう役をさせてもらったりとか、あ、そうなんですよ、そう、一癖ある役が多かったですね。そうなんですよ、よくよまとめてくれましたね。そう、一癖ある役が多かったですね。あとは初の映画出演で主演をさせてもらいましたし、それもすっごくいい経験になりましてね、その他にも、演技の面ではそんな感じですね、やらせてもらいました。メディウムダイバーですし、そう、メディウムダイバーもありがとうございます、見てくれて皆さんね、メディウムダイバーだったり、いろいろありましたね。でもその中で私の先日の年越す前の投稿を見てくださった方は分かると思うんですけど、演技をやって、難しい役をやってみて初めてなんかこう自分の足りない部分がたくさん見えてきて、今後本当に演技をやっていきたいのかっていうことを真剣にもっともっと考えるようになりまして、それを今考え中って感じです。はいってな感じですね。2021年はやらせてもらいまして、でその他にはメンバーの卒業ライブだったりとか、卒業コンサート2つあったし、あとは歌番組に出させてもらったりもあったしね。本当になんか休みもありつつもいろんな経験をさせてもらって、なんか自分自身成長できた年だったなと思います。2021年は確かにゲッターズ飯田さんの言う通り1位だった年だと
私は思っています。いろんなシーンを見てみて、全体を通してね。はい、なので、まあ、2021年に学んだことを2022年に持っていって、2022年今年は自分の好きなものにとにかくチャレンジしたいし、好きなことを追求していきたいなと思います。はい、年女なので、まあ、虎のように、虎年なので、まあ、虎のようにもっともっとがっついていきたいなっていうのがありますね。でもがっつきすぎずに、私は 100% 出すとなんかすぐになんかね、みんなも分かるだろうけど、すぐにこう落ち込んじゃうとかあるから、 80% ぐらいで腹8分目っていう思考でいかないともっともっと出しちゃうから、それぐらいの意識を持って自分の好きなことにたくさんトライしていきたいと思います。虎だけにトライしていきたいと思います。はい、ずっと喋ってるけど大丈夫かしら。今日ゆい声低いやろ。ちょっとなんかね、家族といる時めっちゃ叫ぶんですよ私なんでちょっと喉やられてるって感じですね。今日は、はい、そんな感じで2022年はまたに、あの誕生日迎えた時にまた抱負とかいろんなことを言いたいと思うんですけど、はい、またこれ今年の最初の配信なんでこれぐらいでやめときますか。鬼滅の刃見ますよ。気温が下がりました。なんでやねん、叫ぶんです。そう、結構声を荒げると言いますか、はい、で今日は家族と一緒に初詣に行ってきました。初詣違うか、初詣はもうメンバーと行ってるのか。え、だからあれは初詣に入んない？いやでも初詣よね。まあ初詣でいいか。三社参りの三社目だったんですよ。メンバーと二社行って、今年は会いに行きます。待ってます。え、何を叫ぶの？え、言葉を。だから妹とかお父さんとかお母さんがヘマをした時に、なんかちょっと声を荒げるといいか。感じです、はい。で2社行ったんですけど、メンバーと愛宕神社、あとはもみじ、なんとかもみじ神社に行きましたね。でそして今日家族と行ったのが3社目で、太宰府天満宮に行ってきました。太宰府天満宮でおみくじ引いたんですけど、愛宕神社でおみくじ引いた時は大吉だったんですよ。まあ大吉だったからまあいいか。で今日は太宰府天満宮で引いたおみくじは中吉でした。でも妹が大吉引いてたんで、今日誕生日で二十歳になりました。おめでとう。そうですね、割とお家ではツッコミ担当の方かもしれないですね。あのメンバーと一緒にいる時は絶対にツッコまれる側なんですけど、家族といる時は私がほぼツッコミ役ですね。で今日太宰府天満宮行っておみくじ引いて、その後幸運みくじっていうのがあって、1回500円で引ける外れがないおみくじなんですけど、それをねちょっと家族で初めて引いてみて、でそれぞれみんなやったんですけど、何が当たったと思いますか。1回500円でなんか当たると、なんか金の鳥のなんとかっていうやつだったり、ダイソンの掃除機だったりとか、あのルンバとかね、自転車とか米とか、結構いいものが当たればもらえるんですけど、
幸運おみくじ1人ずつ4人で引きまして、私が引き当てたものはですね、こちらになります。私吉を引いて、あ、吉ってなかなかいいんじゃないかなんて思ったんですけど、まあこんな感じでした。じゃじゃん、吉引いてカレンダーです。お、なんかカレンダーって書いてある人すごいな、よくお分かりですね。同じやつ引きました。これ吉引いて、なんか昔ながらのカレンダーでしたね。トラって書いて、昔ながらのこのペラペラするやつで、ピーってちぎってピーってちぎってやるやつ、昔ながらのこのカレンダーがついてきて、最初なんか結構重たくて、これ最初包まれてたから、え、なんだろう、なんかいいもの入ってんじゃないと思ったら、この日めくりカレンダーでしたね。でもすごく古風な感じで日本っぽくていいですよね。使ったことないからさ、結構便利だなって。もうほら見て、令和4年だよ、令和4年、もう4年だよ、令和になって4年経ったってことでしょ、すごくない？まあでも途中で令和に変わったから、まあ言うたら3年半ぐらいだよね。だけどもう令和4年って信じられないんだけど、本当一日一日を大切に生きていこうね。うん、でもさ、あの気合入る時って、あの年始めってすごい気合入るじゃん。私も年始め1月1日帰ってきてから、すぐみんなで家族でおせち食べて、でその後寝て起きてまたご飯食べてってなったんだけど、1月1日の夜はいつもあんまり手をかけないところに美容に手をかけたりとかね、いつもはちょっとくしゃっと置いちゃうものも畳んで置いてみたりとか、タオルにちょっと香水かけてみたりとかしたりとか、年始めっていろいろ丁寧にやってみようとかって思うじゃないですか。でもそれって1週間ぐらいでもうなんか元通りってなっちゃうから、それをやりすぎずに少しずつそのほどほどにっていうので、小さなことをコツ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 、小さなことをコツコツとっていうのを目標に、2022年は生きていきたいなと思います、ってな感じです。あ、そう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 、ウェイ欲しい、日めくり、そう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 、田舎のばあちゃん家にある。で妹はカシミヤのティッシュを引き当てて、意外とカシミヤのティッシュってすごい良くない？カシミヤだよ、カシミヤのティッシュを妹は引き当てて、でお母さんはタンブラーを引き当てて、でお父さんは一番あの自我が強いお父さんなんですけど、一番自我の強いお父様は一番あの低いものを引いていて、あのなんか環境に優しい、環境に優しいなんか布巾みたいなのを引いてましたね。なんか環境に優しい青のなんかこう顔が描いてるような袋に顔が描いてあるような布巾みたいなのをなんか引き当てて、てなんか良かったですね。うん、すごくお父さんも環境に優しく今年は生きていこうかなっていう抱負を自分で口から出してました。バカにしてる500円よりは高いものばかり。でもタンブラーはでも500円するかなぐらいな感じ で、 でもカレンダーはでも太宰府天満宮っていうのが書いてあるしね、なんか特別な感じがするんで、まあその価値はあるかなと思いますよ。妹のカシミヤティッシュっていうのはまあ1箱カシミヤティッシュっていうのはまあちょっと高いかなと、結構高級なティッシュ感はあるんですけど、でもカシミヤなんでね、カシミヤなんで、まあそれぐらいは出してもいいかなと、まあまあまあ、まあ
ちょっとゲーム感覚ですからね、あれはね。まあお父さんの環境にいいタオルっていうのは500円の価値は、まあ、環境に素晴らしいものということで、まあ、あるということにしときましょうかね。うん。さあ、愛宕神社で引いたこれ大吉お守り、ほら大吉、じゃじゃーん、大吉でーす。愛宕神社で大吉引けたんで、太宰府天満宮で仮に凶が出たとしても別にいいやと思ってたくらいの心の余裕を持って、おみくじ引いたので、心の余裕がすごくあったので、まあ良かったです。なんか愛宕神社でさ、おみくじ引いたらさ、なんかこういうのがついてきて、これ守りと一緒にこう入ってたんですよ。これが何なのかちょっと分からない、物体がなんか入ってて、でもなんか出していいのか悪いのか分かんなくて、ちょっとそのままにしてるんですけど、これは開けちゃいけないやつだもんね、きっとね。ね、何が入ってんのかっていう感じなんだけど、開けちゃダメだよねこういうのってね。なんか金のなんか入ってた、金のなんかが入ってました。開けたっていうちょっとちら開けたっていうか、ちょっとちらっと見たっていうかね、あの開けたんじゃなくてちらっと覗いたって感じなんで、開けたということにはしないでいただきたいというか、うん、こんな感じです。もう始まって30分経ってるわ、もうやめよはい、てな感じで、まあ、今年1年目じゃない2022年最初の、インスタライブ配信やりました。見てくれてありがとうございました。こんな感じで今日は終わりたいと思います。スクショタイムしますか。あ、これさしこちゃんからお下がりでもらったニットなんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、見て後ろがね、可愛いの、後ろにもなんか書いてあって可愛いなって。結構これがさ、マフラー代わりになるぐらい上に来るやつで、見て埋まんのこれ、顔とかすっぽり埋まっちゃうのこれ、見てすごくない？かわいいなと思ってもらいました、はい、今のもスクショ撮れたかしら2022年、はい、こんな感じでよろしいですかね。じゃあこの辺で、今日は配信を終了したいと思います、見てくれた皆さんありがとうございましたね。はい、てなわけで今年2022年も応援してくださる皆さんと私と一緒に楽しい景色を見ましょう。楽しく好きなことに忠実に生きていきましょう。ではでは、今年もよろしくお願いします。バイバーイ。終わった後週刊ジーナライブでハッシュタグつけて、あのぜひスクショとか載せてください。ありがとうございました。今年も頑張ろう。明けましておめでとうございました。バイバーイ。
いいお正月を。ゆっくり休んでください。バイバーイ。